帰れよ、貧乏ニートババアが。ただで旅行についてくるなんて一体どういうつもり。相変わらずの家族に私は呆れてしまった。お前ら地獄を見せてやる。私は彼らへ制裁を加えることにした。そして家族と離れて少しのんびりしていると、弟から電話がかかってきた。おい、姉ちゃん何をしたんだよ。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。私には現在3年ほどお付き合いしている人がいる。それはマサトという男性で、彼はとても紳士的で優しくて私のことを大事にしてくれる素敵な人だ。私たちはもともと大学の先輩後輩で、私は仕事のこととか何か悩みがあるとよく彼に相談していた。その度に彼は私の話を親身になって聞いてくれて、的確なアドバイスをくれた。社会人になってからそうやって定期的に私たちは会っていたのだが、ある日彼から告白をされて私たちは付き合うことになった。それからは順調に交際をしていて、そのうち結婚もするだろうなと思いながら毎日楽しい日々を過ごしている。そしてそんな中、ある日私はついに彼からプロポーズをされた。のぞみ、これからもずっと一緒にいたい。だから俺と結婚をしてくれ。はい。こうして結婚することになった私たち。早速自分たちの家族に結婚の報告をすることに。はじめまして、のぞみと言います。あら、やっと会えたわ。え？マサトからよく話は聞いてたのよ。マサトの言う通り、ものすごく可愛い子ね。そんな可愛いだなんて。あら、もっと自信を持ちなさいよ。ささ、上がって上がって。ありがとうございます。マサトは数年前に父親を亡くしていて、現在彼の実家には母親しかいない。私は姑となる人とうまくやっていけるのか、気に入ってもらえるのかとても不安だったが、ものすごく優しくて素敵な人で安心した。私たちはお茶菓子を食べながら、とても楽しくお話をした。のぞみさんは本当にいい子だわ。こんな素敵な人が、マサトのお嫁さんになってくれて嬉しいわ。彼の母親は私のことをすごく褒めてくれた。私自身こんな風に褒めてもらったことがなかったので、どう反応していいのかわからずちょっと困ってしまったほどだ。二人の結婚式楽しみにしてるわね。じゃあな、母さん。今日はありがとうございました。終始和やかな雰囲気で結婚の挨拶は終わり、私はとてもほっとした。だが次は私の家族に彼を会わせなければいけない。私はそのことを考えただけで、一瞬にして気持ちがブルーになった。というのも私はあまり家族のことが好きじゃないのだ。原因は小さい頃からの両親の私への接し方にあった。私の親はどちらもスポーツが得意で、母は陸上をやっていて父はサッカーをやっていたらしい。どちらも推薦で大学に行くほどのレベルで、だからこそ自分たちの子供にも運動での活躍を期待していた。だが私は両親が望むような運動神経を持っていなかった。親は何でもいいから秀でた競技がないかと、私にたくさんのスポーツを習わせた。バスケとか水泳とか卓球とか、フィギュアスケートまでもやらされた覚えがある。しかし、私は根本的に運動神経が悪かった。まあ一般的に見たら普通なのだが、一流を目指すのなら全然足りないレベルだ。そのため両親は苛立っていた。そんな中、弟のアキラが生まれた。両親は男の子なら活躍できるスポーツもたくさんあると期待をかけて、弟にもスポーツをやらせようとした。すると弟はサッカーで才能を発揮。地元の少年団の監督が、この子は逸材ですよ、と言ったことで有頂天になった両親は、自分たちの愛情をすべて弟に捧げるようになった。
アキラは本当に天才だな。やっぱり私たちの子供なだけあるわ。そういう親の言葉には、一方で私は凡人で自分たちの子供とは認めたくないといった意味が含んでいた。親は何をするにも弟を優遇し、私のことはどうでもいいという感じだった。その後、中学生や高校生になっても親は私のことは全く気にかけなかった。私はスポーツができない分、頑張って勉強をしてそれなりにいい成績を残していたのだが、親は勉強ができたって意味がないと言って私の努力を否定したのだ。私は大学に通いたいと親に言ったのだが、学費は出せないから自分で行けと言われて、私は奨学金を利用して大学に進学した。一方で弟はどんどんサッカーで活躍をし、高校もサッカー推薦で決まった。これには親も大いに喜んでいた。このまま行けばプロも間違いないな。アキラのためなら何でもできるわ。親にそのように愛されて可愛がられて育った弟は、私のことを必然と舐めるようになった。姉ちゃんって本当に無能で貧乏神って感じだよな。だって母さんや父さんからも疎まれてるじゃん。てか姉ちゃんがいなかったら、母さんたちは俺にもっと投資できたんだけどな。本当に迷惑な存在だよ。弟はそう言って私をよく罵倒してきた。そして親はそんな弟を注意することもせず、一緒になって私を罵倒してきた。本当に迷惑な子だわ。金食い虫というのはお前みたいなやつのことを言うんだよな。血のつながった実の家族からそのように言われて、私はすっかり自分に自信をなくしていた。勉強だけは頑張ってそれなりにいい大学に進学したし、就職も給料の高い大手の会社に就職したけど、自己肯定感の低さは相変わらずだった。そして私の大学進学や就職は、弟の活躍によって一瞬で忘れ去られてしまうのだ。弟は高校だけではなく、大学もサッカー推薦で進学することが決まった。親は自分たちと同じようにスポーツで人生を切り開いていった弟のことを、さらに誇りに思っていた。私はその時はもう社会人になっていて、だけど奨学金の返済があるから毎日節約生活で大変だった。弟は実家で両親の愛情をたくさんもらいながら、大学に通いサッカーも続けていた。だが、プロへの道はやはり甘くはないようだ。結局大学を卒業する年になっても弟はプロにはなれず、就職をすることになった。それでも両親からすれば鼻が高かったようで、弟はその後も実家で親と仲良くしながら生活をしていた。正月は必ず親戚が集まるのだが、親は私にも強制参加させるくせに、親戚には私をダメな娘でねと説明し、弟のことは自慢の息子なんだよと言っていた。でものぞみちゃんもいい子だし、ちゃんと会社員やってるから偉いじゃないか。そうやって親戚の人が言ってくれても、親はいやいや、アキラの方が何倍もすごいからと一蹴する。そんな親を見て私は毎回がっかりするのだ。そんな風に私のことを存在に扱う家族。私はいつからか正月の集まりにも参加をしなくなった。そして大事な婚約者であるマサトを彼らに会わせるのをとても躊躇していた。マサトも私から両親や弟がそういう人たちだということを聞いていた。だけどちゃんと結婚の挨拶はしたいということなので、私は数年ぶりに実家に帰ることにしたのだ。とりあえず私は結婚の報告も兼ねて母に連絡をした。何？久しぶりとか元気とかそういった言葉も一切なしの母親。数年ぶりに連絡をしたのにこんな態度を取ってくるなんてひどすぎる。早く要件を言ってくれない？私結婚することになったの。それで？彼が結婚の挨拶をしたいって言うから会ってくれないかな。
どうしてそんな面倒くさいことしなきゃいけないの？結婚するなら勝手にすればいいじゃない。そんな、私は相変わらず冷たい態度をとってくる母にがっかりした。だがそんな時、電話越しに弟らしき声が聞こえてきた。母さん、誰と話してるの？ああ、のぞみだよ。なんか結婚するから婚約者を連れて挨拶に来たいって。面白そうじゃん。相手の男がどれだけ冴えないやつか見たいし呼ぼうよ。そう、アキラがそう言うならそうしようかね。そして母は私に、もしもし、やっぱり挨拶に来ていいわよ、と言った。二人の会話が丸聞こえだった私は複雑な気持ちだったが、それでもとりあえず彼からは挨拶がしたいと言われているし、今度の休みの日に実家に行くことにした。本当にひどい態度を取られるかもしれないから覚悟してね。ああ、わかったよ。だけど、その電話越しの会話が本当ならすごい家族だね。笑い事じゃないんだから。私は本当に嫌な思いをしてきたんだから。ごめんごめん。だけど結婚するならちゃんとのぞみのご家族とも会っておかないと気が済まなくてね。さっと話してすぐに帰ろう。うん。こうして私たちは車を走らせて実家へ到着。実家についてインターホンを押すが誰も出迎えてはくれず、私は自分が持っていた鍵で中に入った。そして居間に着くと家族が揃ってソファに座っていた。私はその時、知らない若い女性がいたのでびっくりした。だがまずは挨拶をしないとと思った。ただいま。久しぶり。こちら婚約者の正人さん。どうも、はじめまして。私が紹介すると家族みんなが彼を見た。姉ちゃんが連れてくる男だからもっと地味でダサい人だと思ったら、意外とちゃんとしてんじゃん。のっけから失礼な態度を取る弟。さすがの正人も苦笑している。アキラ、その隣の女性は？彼女さんとか。わざわざ事前に連絡して結婚の挨拶をしに来ると伝えているのに、関係のない女性を連れてきているなんて本当に常識がないなと思っていると、弟は驚きの発言をした。嫁のゆかだよ。結婚してからここで一緒に住んでるんだ。は、嫁。私はびっくりして目を見開いた。ちょっと待ってよ、アキラ、結婚してたの？ああ、そうだよ、去年にな。そんな、聞いてないわよ。私が思わず声を荒げると母親が嫌そうな顔をした。うるさい子だね。あんたは別にアキラの結婚に関係ないんだから教える必要もないだろ。そんな、弟は私に知らせることなく結婚をしていたのだ。衝撃の事実を知り、私は固まってしまった。そんな中、父が正人に話しかけた。別に興味はないが、君は何の仕事をしているんだ？どうせのぞみと結婚するくらいだから大した仕事ではないんだろうが、一応聞いてあげようじゃないか。私は父の言葉で我に返った。大事な婚約者をバカにされるのは許せない。私が拳を握りしめて怒ろうとすると、それに気づいた正人は軽く私を手で制した。これは大変失礼いたしました。私、こういうものです。正人はそう言って名刺を父に渡した。父はなめた様子で名刺を見たが、その後目を見開いた。で、弁護士さん。父がそう叫び、母と弟、そして弟嫁も驚いていた。こりゃすごい。母さん、早くお茶を出して差し上げろ。そうね、わかったわ。本物の弁護士か。かっこいい。あからさまに態度を変える私の家族たち。正人も目を丸くしてあっけに取られていた。まさかのぞみの結婚相手が弁護士さんなんてな。
それなら早く言ってくれればよかったのにね。やっぱり給料めっちゃいいんですか？私の誕生日に高級バッグとかプレゼントしてください。私はそのような発言を恥ずかしげもなくしてくる家族に呆れてしまった。弟嫁に関してはズーズーしすぎる。しかも私とも初対面なのに、私の婚約者によくそんなことを言えるな。マサトは苦笑しながら受け答えをしていた。これから家族になるんだからよろしくね。母はそう言ったが、私はとても嫌な予感がしていた。それから両家の顔合わせにも親と弟夫婦は積極的に参加してきた。彼らが前のめりになりながらたくさん話すので、さすがにマサトの母親もちょっと引いている。私は顔合わせの後で彼の母に謝罪をした。だが彼の母はマサトから話を聞いていたようで、気にしなくて大丈夫よと笑顔で言ってくれた。私はとりあえずほっとした。本当にマサトのお母さんはいい人だ。そしてそれから2ヶ月ほど経ち、私とマサトは結婚式を挙げた。あれだけ私のことを存在に扱って関わることをしてこなかった家族は全員出席していた。さらに結婚式が終わってからも向こうから連絡が頻繁に来るようになった。今度あなたたち夫婦も一緒に食事に行かないかしら。いいレストランがあるのよ。そうやって電話をしてくる母。きっと私の夫が弁護士で稼ぎがいいからたかろうとしているのだろう。だが私はそんな手には乗らない。ちょっと忙しいから都合がつかなそうなんだよね。また行けそうな日があったらこちらから連絡するね。わかった、連絡待ってるわ。私たちはいつでも大丈夫だから。弾んだ声でそう言ってくる母にとことん嫌気がさした。要するに私のことなんてどうでもよくて、私が金持ちと結婚したことを利用したいだけなのだ。それから私がしばらく連絡をしないでいると、数ヶ月ほど経った頃にまた母から電話が来た。ちょっとのぞみ、いつになったら一緒にご飯に行ってくれるの？猫なで性でそのように言ってくる母。ごめんね、ちょっと忙しくて。私がそう言って電話を切ろうとすると、母は今度私の還暦のお祝いをしようって話になってるのと言った。私もお父さんもあなたのことはちゃんと高校までの学費を支払って養ってきたじゃない。少しくらい恩返しをしてくれてもいいと思うんだけど。その言葉にはいい加減私たちにいい思いをさせろよとしびれを切らした様子が感じ取れた。だが母の言うことも事実だ。私は大学は自分で通ったが、それまでの生活は両親に支えられてきた。母が還暦になるタイミングでその恩返しをするのは必要なことかもしれない。わかったわ、私たちもお祝いには参加するわ。本当に？じゃあ私たち家族旅行を計画しているから一緒に行きましょう。家族旅行か。私は嫌だなと思ったが、でもそれなら夫と二人だけで過ごす時間も作れそうだなと思った。夫に話すと了承してくれたので、私たちは家族旅行に参加することに。そのことを母に話すと大喜びした。じゃあ泊まりたいホテルとかプランとか、いろいろネットページの URL を送るから手続きしておいてくれる？え。そう言って母はたくさん URL を送ってきた。仕方なく中身を見ると、そこには高級ホテルだとか高級レストランなどの HP がたくさんあった。どれだけ贅沢をする気なんだろうか。私はどこまでもたかろうとしてくる家族に呆れたが、これが最初で最後かなと思い、予約の手配を進めていった。予約が完了したことを電話で伝えると母は大喜びしていた。楽しみにしてるわ。ありがとう。そして還暦祝いの家族旅行の日がやってきた。今回計画したのは京都での旅行だ。飛行機に乗り込み私たちは京都へ。
両親も弟夫婦もとても楽しそうにしていた。空港に着くと私と夫は別行動をとると言って彼らと別れた。家族はどうやらお土産とかも私たちに買わせようとしていたみたいで、一緒に回ろうよと言ってきたが、そこは私が何とか交わして二人で行動をした。その後、それぞれで行動し、夕食の時間に予約した高級レストランの前で待ち合わせることに。夫と観光を楽しんでいるとあっという間に時間が過ぎた。そして私たちは高級レストランへ。すでに両親と弟夫婦はレストランの前に来ていた。遅かったじゃない。いや、でも予約まであと10分もあるし。私がそう答えると母たちはいきなり態度を変えた。あなたには話しかけてないのよ。え？そうそう、俺たちが用があるのはマサトさんだけ。今回は高級レストランでの食事と高級ホテルでの宿泊のお金を出してくださってありがとうございます。え？何のことだかわからず目を丸くする夫。すると弟たちは今度は私の方を向いた。姉ちゃんはここまでだからな。え？マサトさんの帰省中にはこんないい思いをする権利はないってこと。な、何を言ってるの？私が理解できないでいると彼らは声を荒げた。帰れよ、貧乏ニートババアが。ただで旅行についてくるなんて一体どういうつもり？相変わらずの家族に私は呆れてしまった。なるほど、そういうことか。つまり最初から私のことは除外するつもりだったのか。お前ら、地獄を見せてやる。私は彼らへ制裁を加えることにした。夫に軽く耳打ちをして、私は、わかったわ。私はここで帰ることにするわ。と言った。勝ち誇った顔をする両親と弟夫婦。そして彼らは夫を連れて店の中へと入っていった。それから私はすぐにいろいろと手配をした。運よくいいホテルにキャンセルが入って空きが出たので、そこに予約をし私はすぐにチェックインをした。景色の眺めがいいホテルでゆっくりとお風呂に入る。そして家族と離れて少しのんびりしていると、弟から電話がかかってきた。おい、姉ちゃん、何をしたんだよ。何かしら。な、何がじゃねえよ。マサトさんがいなくなっちゃったんだよ。私、別に知らないけど。ふざけるなよ。あの耳打ちしてた時に何か言ったんだろ。普段はアホなのに、そういうところには勘が冴えているんだな。そうね、まあでも大したことじゃないわよ。私は別のホテル取って泊まってるから、適当なところで出てきなよって言っただけ。ふざけんなよ。マサトさん、料理が来る前に電話が来たって言って席を立ったまま戻ってこなかったんだぞ。結局最後まで戻ってこなくて、俺たちがあの高い飲食代を支払うことになったんだからな。あら、そうなの？でもお母さんの還暦の祝いなんだから当然じゃないの？うるさい、後で請求してやるからな。覚悟しておけよ。そう言って電話を切る弟。それからすぐに夫が私の泊まっているホテルにやってきた。夫はニヤニヤ笑っている。どう？怒ってた？うん、すごく怒ってた。もともとのぞみが飛行機代も出してレストランもホテル代も出す予定だったのに、勘違いをしたのかあんなこと言い出すんだもんな。あの人たちは救いようがないよ。夫もさすがに呆れ返っていた。私たちは気を取り直してホテルの高級レストランに行って食事を楽しんだ。そして部屋に戻ってゆったりして翌朝を迎えた。私たちは早起きしていろいろと観光を楽しんだ。飛行機の時間は両親たちとかぶらせたくなかったので、私たちは変更して早めに帰った。夫と二人で飛行機の搭乗時間を待っているとき、
母から鬼伝が来ていた。もしもし、どうしたの？私には用がないんじゃないの？ちょっとどういうことよ。なんで宿泊代が現地決済なの？そりゃそうやって予約を取ったからね。ふざけないで。一人10万なんて支払えないわよ。いい思いしたんだから、それ相応のお金を支払わないと。まあ捕まりたいって言うなら話は別だけど。いい加減にして。あんた寄生虫のくせに生意気よ。いい加減にするのはそっちよ。今回の家族旅行は、今まで養ってもらった恩返しとして私が働いたお金で全部負担する予定だったの。それをお母さんたちが勘違いして、私を追い返したからいけないんじゃないのよ。え、あなたもしかしてこの宿泊代や飲食代を自分で支払う予定だったの？そうだって言ってるでしょ。そんな、あんたなんかにそんな大金が用意できるわけないじゃない。舐めてもらったら困るわ。私は大企業の本社に勤めていて、今はそこで課長を務めているの。貯金だってかなりあるし、毎月の給料もお父さんよりは全然高いわよ。そんな。母は事実を知って絶句していた。だがもう関係ない。私は完全に彼らと縁を切ることにした。もう飛行機に乗らないといけないからじゃあね。あ、ちょっと。そう言って電話を切り、家族の番号をすべて着信拒否にした。幸い私の職場や私たちの家は教えていないので、家族が突撃することはなかった。だがバカな家族は、夫が渡した名刺に書かれている弁護士事務所に突撃してきた。そこで夫を出せと叫び、業務妨害をしたそうだ。さらには弟はそこにあった備品を壊したそうで、通報をされて彼らは逮捕された。家族旅行であれだけ散財したのに、弁償代や罰金を支払うことになったらしい。そして逮捕されたことで、父も弟も会社で首を言い渡されたそうだ。現在は全員がパートやフリーターとしてアルバイトに出て、貧しい生活を送りながら喧嘩の絶えない日々を送っているそうだ。本当にアホというか自業自得だ。一方、私と夫は相変わらず幸せに暮らしており、私は妊娠をした。無事に可愛い女の子が生まれて、夫や義母と一緒に娘の誕生を喜んだ。これからも私は夫と義母、そして娘という家族を大事にしながら、楽しく幸せな日々を生きていこうと思う。彼女が妊娠したから離婚だ。40歳の不倫ババアはさっさと消えろ。夫は不倫相手の肩に手を回しながらそのように言った。だが彼女はガタガタと震えながらうつむいている。それもそのはずだ。だって彼女は私の。これはどういうことかしら。私の名前は篠田のぞみ。40歳の会社員だ。私は昔から勉強が得意で、難関大学に進学後に外資系の大手企業に就職。海外支店で長年働いた経験もあり、日本に帰ってきてからは本社の部長として責任の立場にいる。そんな仕事漬けの毎日を送る私だが、プライベートも充実していて大事なパートナーもいる。それは夫の正人だ。正人とは大学の同級生で、私たちは21歳の時に交際を始めた。同じ学部で同じ学科だったこともあり、大学に入学してからの3年間はずっと友達として仲が良かった。だからテスト勉強とかも一緒にしてたし、気心が知れた仲だった。それが恋愛に発展したのは、彼から告白をされたからだ。それからは仲のいいカップルとして交際を続け、社会人になってからも付き合っていた。そして私たちが3年ほど社会人を経験して、私が海外支社に5年ほど転勤しなければならなくなったタイミングで、
彼がプロポーズをしてくれたのだ。私が海外勤務でしばらく遠距離になるけどいいのかと聞いたら、彼は仕事を辞めてついていくと言った。そこまで本気で私との結婚を考えてくれていることが嬉しくて、私は結婚を承諾。こうして私たちは結婚をし、すぐに海外へと飛び立った。私たちはアメリカへと行き、二人でアパートに住み始めた。私は海外支店でバリバリ働き、夫は現地の日本食レストランでキッチンのバイトで働き始めた。今日もまかないもらってきたよ。やった。エビフライじゃん。おいしそう。夫が飲食店で働いてくれるおかげで、私は夜ご飯を作らなくてもまかないだけで食事を済ませることができた。また休みの日はアメリカのいろんなところに行ったりして、海外での生活を楽しんだ。そしてあっという間に5年の月日は流れ、私たちは日本に帰国。それから私は本社で働き、仕事でどんどん活躍していった。夫は海外で長年飲食店を経験したことから料理が得意になり、日本に帰国してからはレストランのキッチンで働くようになった。私たちはそんな感じで仕事も結婚生活もうまくいっていたのだが、一つだけ問題があった。それは子供ができなかったことだ。私たちはすでに30歳になっていたので、そろそろ子供が欲しいと思っていた。しかし私たちはどんなに頑張ってもなかなか子供ができなかった。不妊治療もしたし、妊活もした。だけど子供はできなかった。結果的に5年ほど不妊治療を頑張ったが、一切子供ができる気配はない。これには私も夫もかなり参ってしまった。どうして私たちには子供ができないのだろうか。自分は女性としての価値がないのだろうか。そんなことも思うようになっていた。結局、これ以上はお金だったり体への負担が大きいとして、私たちは子供は諦めることに。それからは夫婦二人で過ごしていくことに決めた。社会人になってから私たちは割とすぐに海外に行っていたから、日本を回ることはしていなかった。だからこれからは日本のいろんなところを巡って観光を楽しむことに。現地ならではの名物などを堪能したり、観光スポットに行ったり、とても楽しい時間を過ごした。この先も夫と二人での生活を楽しみながら、幸せに過ごしていくのだろうと思った。私は仕事の方も順調に出世していった。気づけば部長の座について、たくさんの部下を抱えながら一生懸命に働いている。そんな中で、最近入社してきた女性社員に見覚えのある子がいた。あれ？もしかしてゆかちゃん？え、もしかしておばさん？なんと、新入社員の中に姉の娘がいたのだ。つまり私にとっての姪っ子だ。姉は農家に嫁いで遠方の田舎にいるので、ここ10年くらいは会っていないと思う。だから姪のゆかちゃんと最後に会ったのは、彼女がまだ小学6年生くらいの時だ。でも名前と見た目の雰囲気から、なんとなくそうじゃないかと思った。久しぶりね。姉は元気にしてる。口うるさいんじゃない？久しぶりです。お母さんは本当に厳しいですよ。だから大学からこっちに来て一人暮らしを始めてたんです。そうだったのね。よく私のことを覚えていたわね。なんとなく雰囲気で覚えてました。それにしても、おばさんがこの会社で働いていたなんてびっくりしました。私もゆかちゃんがここに入社してくるなんて、偶然があって驚いたわ。おばさんは事務員とかですか？え、いや、違うけど。そうなんですね。パートの事務員とかかと思ってました。この会社は若くてイケイケな人が多いじゃないですか。え、私は彼女の物言いにすごくトゲを感じた。私のようなおばさんはいるべきじゃないと。最後に会ったのは10年前だけど、その時は素直で心優しい子だなと思っていたが、
随分と生意気な失礼な子になったな。だがまあ私がしっかりと教育をすればいいか。そして朝礼が始まり、新入社員たちが挨拶をした。メイはなんていうか、ぶりっ子的な感じで喋り始めた。この会社は若くて頼れそうなかっこいい先輩たちが多そうなので、しっかりと仕事を教えてもらって頑張りたいと思います。メイはおっとりとした可愛いらしい顔をしているので、男性社員たちは彼女のその発言にデレデレしていた。若くてという言葉になんだかイラッときたが、とりあえずは我慢した。その後、私はみんなの前に立ち、挨拶をした。部長の篠田です。新入社員の方たちはフレッシュさを大事にして、しっかりと先輩たちに仕事を教わりながら、失敗を恐れずに頑張ってくださいね。私の言葉にみんなが拍手をする。メイは目を見開いて私のことを見ていた。そしてやってしまったという顔をしていた。それからお昼休憩のタイミングで、彼女は私のところにやってきた。おば、いや、部長。何かしら。その、すいませんでした。何のことかしら。私は少し意地悪に聞いてみた。あ、そう。その、パートの事務員だと思ったとか、若い人が多いとか。失礼なことを言った自覚はあるのね。身内である私だからまだ多めに見たけど、他の人だったり、もし取引先の人とかにそんな態度を取ったらトラブルになるからね。はい、ごめんなさい。とりあえずメイは素直に反省をしたようなので、私は許すことにした。あ、そっか。ユカが就職した会社って、のぞみが働いている会社だったか。もうお姉ちゃん、忘れてたの。野菜とばっか向き合ってて、興味なかったんでしょ。まあ半分は当たっているわね。でもあの子の近くにあんたがいてくれて助かるわ。私がいない代わりにしっかりと面倒を見てあげて。うん、わかった。姉との電話でメイのことを託された私は、もちろん他の社員たちと差別をしないようにしながらも、できる限りメイに仕事を教えた。この資料間違ってるわよ。気をつけてね。はい。少しだけ厳しめかなとも思ったが、メイは思っていた以上に仕事ができなかったので、私はできるまで彼女を指導した。メイはいつも元気に返事をしてくれて、ちゃんと私の言うことを聞いてくれている。だがそんな中、私は彼女の本性を知ってしまった。それはある日のお昼休憩の時のこと。私はいつも外食をしているのだが、その日は雨が降っていたこともあり、コンビニで先にお弁当を買っていた。そして給湯室にある電子レンジで温めてから食べようと思っていた。すると給湯室から女性新入社員たちの声が聞こえてきて、その中にメイの声もあったのだ。私は電子レンジを使うだけだから、普通にそっちに向かおうとしたのだが、その時にメイの声でまさかの発言が聞こえてきた。本当にあのババアうるさいんだけど、マジでムカつく。私は耳を疑った。彼女は私のことを言ってるのだろうか。それとも違う誰かのことか。私は内容が気になってしまい、ちょっとだけその場で止まってしまった。するとメイはこのように言った。あいつ、お母さんの妹なんだよね。だからやりづらくて仕方ないんだけど。やっぱり私のことだったのか。てか結婚してんなら、なんで寿退社とかしないわけ。ああやっていくつになっても会社にしがみついて、おつぼねっぽくなるババア嫌いなんだけど。なんてひどい言い方だろうか。そしてそれと同時に私はショックだった。まさかメイにそんな風に思われていたなんて。しかし、それにしても言葉が悪すぎる。実際、彼女はちゃんと丁寧に教えても覚えが悪かったのだ。だからこちらが少し厳しめの態度になるのも無理はない。
それなのにどうしてそんなことを言われなきゃいけないのだろうか。メイはその後も私の前では聞き分けのいい子のようにしていた。だが裏であんなことを言っていると思うと少し複雑だった。そうして研修の期間も終わり、メイも独り立ちをしなければいけなくなった。だから仕方なく一人で仕事をさせていたのだが、彼女はミスを連発。わからないところを適当にやってしまい、多方面に迷惑をかけていたのだ。これにはさすがに同じ職場のみんなも引いていた。男性陣も、はあ、面倒なことをしてくれやがって、と苛立っていた。私はどうしてこんな仕事のできない子が、ここに入社できたのだろうかと不思議に思った。出身大学はかなりレベルが高いようなので、それでこんなに覚えが悪いのかとちょっと疑問に思ってしまう。私や他の社員はめいの尻拭いに時間を取られ、いつも以上に忙しい日々を過ごした。そんな中、私は夫との関係も少しずつ悪くなっていった。え、今日も残業？うん、ごめんね。だから晩ご飯は一人で食べてて。はあ、わかったよ。せっかく作ってたんだけどな。ごめん、帰ったら美味しくいただくから。夫は私が残業続きで帰りが遅くなっているのを不満に思っているようだ。私が家から帰ってきても機嫌が悪そうだし、日によってはすでに寝ていたりもする。そして夫は飲食業なので週末は忙しいのだが、仕事後に飲んでいるのか、週末は夫は深夜に帰ってくることが多い。そんな感じなので、私たちはすれ違うことが多くなっていった。夫婦二人でいつまでも仲良くしていこうと思っていたのに、こんなことになるなんて。そんな中、また仕事の方でメイが面倒なことをするようになった。それは体調不良だと言って、頻繁に仕事を休むようになったのだ。いくら彼女がミスが多くて会社に迷惑をかけているとはいえ、彼女でもやれる仕事はある。それをこうも何度も頻繁に休まれると、他の人たちへの負担が多くなって結局みんなの残業量が増えてしまう。私は部長として一体どうすればいいのだろうか。公私ともに悩みが絶えない状態で、私は心身ともに疲れていた。そしてそんな中で、ある日夫がとんでもないことをやらかした。それはある日の休日のこと。私は休みで家にいて、晩ご飯も食べ終えてまったりしていた。すると夜23時くらいに夫が仕事から帰ってきた。だが今に入ってきた夫の後ろに誰か人影が見えた。おかえり、あれ？誰かお客さん？私はそう言って夫の後ろにいた人物を見た。すると、思っても見なかった人がそこにいた。夫の後ろにいた女性は勝ち誇った顔でこちらを見たが、すぐに顔を真っ青にした。夫は私たちの表情に気づくことなく、一人でに話し始めた。この子は俺の彼女だ。は、彼女。ああ、そして結婚することにしたから。ちょっとあなた何を言ってるの？彼女と結婚？ああ、聞いて驚くなよ。彼女は俺の子を妊娠したんだ。え？俺は責任を取って彼女と一緒にならないといけないだろう。彼女はまだ18歳だしな。は、18歳？勘違いするなよ。高校も卒業してるし成人もしている。健全な関係だ。それと妊娠したことで俺には問題がなかったことが証明されたな。やっぱりお前に原因があったってことだな。勝ち誇ったような顔をする夫。彼女が妊娠したから離婚だ。40歳の不妊ババアはさっさと消えろ。夫は不倫相手の肩に手を回しながらそのように言った。だが彼女はガタガタと震えながらうつむいている。それもそのはずだ。だって彼女は私の姪なのだから。これはどういうことかしら。ゆかちゃん、
私が彼女の名前を言うと夫は驚いた。え、お前ゆかと知り合いなのか。私は思わずプッと笑ってしまった。そうか、あなたたちは結婚してから会ったことなかったものね。ゆかちゃんは私の姪、つまり姉の娘よ。え、夫は目を見開いて私と姪を交互に見た。そう、そんな二人が親戚。姪は気まずそうに下を見てうつむいている。それとなんで嘘をついているのか知らないけど、ゆかちゃんは22歳で私と同じ会社で働く部下よ。え、夫は次々と自分の知らない事実を聞かされてかなり動揺していた。ちょっと待てよ、18じゃないって。姪と夫はマッチングアプリで出会ったらしい。そもそも夫が既婚者のくせにそんなものを使用しているのも気持ち悪い。二人は直接会うようになり、それからはパパ活のようなことをしていたそうだ。パパ活って言うな。俺はお金がない彼女のことをサポートしてあげていただけだ。どっちでもいいわよ別に。あなたは不倫を認めた状態で離婚を要求してきたんだから、当然慰謝料は支払ってもらうからね。そう、それはまあ仕方ないな。この際ゆかの年齢とかが嘘でも構わない。子供ができたんなら責任を取らないといけないからな。まあその心意気だけは認めてあげるけど、不倫してたって事実は変わらないからね。あと不妊についてだけど、私は検査では異常が見られなかったから、本来なら妊娠はできると思うんだよね。あまり男性に検査を勧めたり強要するのは気が引けていたから言わなかったけど、あなたちゃんと不妊の検査をした。え、年齢とかも偽るような子なんだから、DNA 鑑定はしてた方がいいんじゃないの？そう、そんな、ゆかが俺を裏切るようなことなんて。夫は半信半疑で姪を見ている。姪は私が不倫相手の妻だという事実だけでかなり動揺していて、何も喋ることができずにいた。私はそんな姪の前に立ち、はっきりと言ってやった。あなたがやったこと、姉にも報告するし、会社にも報告するわ。あなたが今まで私のことを裏でめんどくさいババアとか言ってたことは多めに見てたけど、もう我慢できないわ。そもそもあんなに仕事のできない人なんて初めてだし、しかも年齢を偽ってマッチングアプリをしてたなんてひどすぎるわ。たとえクビにならなくても、あなたの居場所はもうないと思った方がいいわね。私にそう言われて、姪は顔を青くしていた。じゃあ分かったらあんたたち、さっさと出て行ってくれる？ここは私名義で借りてるマンションよ。離婚するあなたにはもう住む権利はないから。夫は顔面蒼白の状態で、言われるがままに荷物をまとめて出て行った。それから私は弁護士を通して夫に離婚を要求し、姪と夫に慰謝料を請求。姪の不倫は会社でもかなり問題視され、さらには今まで仕事でミスが多すぎたこと、そしてそのミスの被害が大きかったことから、姪は減給処分の上で地方の部署に飛ばされることが決定した。だが姪はその処分に耐えられず会社を退職した。せっかく就職した会社に数ヶ月しか在籍しなかったなんて、とてももったいないことをしている。まあ自業自得だが。ちなみに姪は田舎を出るために必死で勉強し、東京の難関大学に入るまでは良かったが、入学後は羽を伸ばしまくりでどんどん堕落していったそうだ。そして彼女は自分の魅力を分かっていたから、それを武器にして同級生をたぶらかし、大学の授業にはほとんど参加せずに遊びまくりながらも単位を取っていたそうだ。すっかり努力をしない人間になっていたため、成績も良くて高学歴ということで入社できたこの会社で全く通用しなかったのだ。そしてもちろんこのことは私の姉にも報告。姉は大激怒し、姪を田舎に連れ戻した。今は家の農家を毎日手伝わせ、働いた分はほとんど私への慰謝料に回し、高校生くらいの小遣いだけを姪に渡しているそうだ。
ちなみに姪の子供はやっぱり元夫の子ではなかったらしい。姪は元夫以外ともパパ活をしていたらしく、妊娠をしてしまった時に他のパパたちが一斉に消えたらしく、元夫だけが自分の子供だと信じて一緒になると言ったそうだ。だが元夫の子供ではないと分かったことで、元夫もまた姪の元を去った。姉は姪の子供の世話も一緒にするつもりで呼び戻したそうだ。母親になることで少しでも姪の性格が矯正されればいいのだが、また元夫は飲食の仕事では慰謝料を支払いながらの生活はかなり厳しいらしく、貧しい思いをしながら孤独に寂しく借金を返す日々を送っているようだ。一方、私は相変わらず仕事に打ち込み、部長として部下たちをしっかりとまとめられるように毎日頑張っている。公私ともに悩みの種がなくなったので、これからまた仕事もプライベートも充実していってほしいなと思う。